市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川猿之助さんの親友シックストーンジェシーは今どんな思いで、歌舞伎俳優市川猿之助さんの心中事件から早1ヶ月、さまざまな報道が出ていましたが、当初から報じられていた逮捕の一報は未だもたらされていない状況です。そんな中、猿之助さんの親友であるシックストーンジェシーのブログに異変が起きていましたが、ここに来てまた新たな変化が見られているといいます。猿之助さんは供述が二転三転しているため、捜査関係者としてもなかなか逮捕に踏み切れない。一方でジェシーさんはというと、事件当日の夜、ジャニーズ事務所公式モバイルサイトジャニーズウェブ内のブログに今は待つと一文だけ投稿。ジェシーのブログといえばハイテンションな文体が特徴だっただけに、やっぱり猿之助さんの事件に大きなショックを受けているんだとファンの間に動揺が広がりました。以降は短い一文に風景写真といったシンプルな投稿が続き、その後はジャニーズ事務所のタレントと自身のツーショットや自撮りもアップするようになっていましたが、ファンには一つ気がかりなことが。それは猿之助事件以前、ジェシーさんはブログの結びとして力こぶの絵文字付きでズドンと書いていたものの、以後はそれがなくなっていたんです。そんなジェシーのブログに変化が見られたのが6月11日。この日はジェシーさんの誕生日で、お誕生日おめでとうと自ら祝福した後、今それどころじゃないけれど感謝の日だね、みんなありがとうと感謝の言葉を述べ、ズドンってブログを閉めたのです。ちなみに昨年11月、ジェシーさんは猿之助さんの誕生日会に参加。今回の事件がなければ猿之助さんがジェシーの誕生日を盛大に祝っていたのではないでしょうか。事件当初からシックストーンのファンはジェシーのメンタル面を心配しており、一向に事態の解明が進まない中、ジェシーさんも未だ複雑な思いを抱えているでしょうが、少しずつ前を向いていってほしいものです。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。